皆さん、なんて世の中なんでしょうね。記事を読むのも、情報を検索するのも、事実を確認するのも、Google で簡単に検索できちゃうこの時代。私たちの脳は、休むことなく大量の情報を処理していて、時には追いつかないこともあります。でもちょっと待って。その情報、もしかしたら真実ではなく、巧妙に作られた嘘かもしれませんよ。この動画では、情報が真実かどうかを見抜くためのちょっとしたコツを紹介します。1. 認知バイアスに気をつける。私たち人間は、目にする情報にフィルターをかけて整理をして、世の中の仕組みを理解しようとします。これは、脳がパンクしないように、私たち誰もが潜在意識的にやっているんです。年とともに得る情報も多くなり、理解する過程が繰り返されます。つまり、経験に基づくパターンを通して情報を処理するようになるんです。情報を単純化するとき、私たちは時々近道をするのですが、間違った方向に行ってしまう場合があります。この情報処理の際に犯した間違いこそが認知バイアスという現象。これがあなた自身の主観的な社会現実でなのです。私たちはほとんどの場合、自分に都合の良い情報を取り入れるんです。では例を見ていきましょう。例えば、自分にぴったりなダイエット法をパソコンで検索しているとします。おそらく皆さんは、このダイエット法で痩せられる?と検索すると思います。そして Google は、その質問に関連する情報を表示し、結果、そのダイエット法が効果的だということがわかるんです。では逆に、体重を増やすことが目標だと質問も反対になりますよね。でも、ちゃんと結果は表示されます。表示された結果は、あなた自身が求めている答えなんです。つまり、検索自体が偏っているということ。ちなみにこれは、研究で実証されています。オハイオ州立大学の研究者によると、インターネットでニュースを読む学生は、自分自身の考えを支持する記事ばかり選んで読んでいるそうです。ではもう一つ、ネッシーの伝説について考えてみましょう。1934年、ネッシーはメディアで旋風を巻き起こしました。新聞でもすぐに取り上げられ、その当時は誰もが信じていたんです。でも、1944年に、ある男性が、ネッシーは潜水艦のおもちゃで作った模型だと白状しました。それでも今、Google で、ネッシーは存在するの?と検索したら、まるで実在しているかのような写真が出てくるんです。2、非言語メッセージに気をつける。カスタマーサービスで働いたことがある人はおそらくすでにご存知でしょう。綺麗な人が微笑んだり、目を合わせてくるなど、非言語的なアプローチをしてくると、時にこれは言葉以上に大きな影響を与えます。目があったり、魅力的な写真を見るだけで、そのアイデアや商品を良いものだと思い込んでしまうんです。専門家はこれをハロー効果と呼んでいて、これも実は認知バイアスの一つ。タイプの人が目の前に現れた時、私たちは潜在的にその人が知的で有能だと思い込んでしまうんです。特にメディア業界や地位の高い職業についている人は、外見や非言語メッセージを利用して人を操ったり信頼を獲得したりと、自分の利益のためのツールとして使う人がたくさんいます。でも逆に、非言語メッセージに目を向けることで、その人が本当に信頼できるのかどうかわかります。歩く嘘発見機とも言われているポール・エクマンは、アメリカの心理学者で、ボディーランゲージ、微表情、声のトーンを通して嘘を見抜く方法を獲得しました。人は嘘をつくその一瞬に、表情が微細に変化する傾向があるそうです。顔をしかめたり、眉毛を上げたりするその非言語メッセージを読み取ることで、言葉の裏にある事実が明らかになります。刑事は、長時間の尋問の際に、このテクニックを使い、80% の確率で嘘を見抜いています。3. 論理的なプロパガンダ。カール・ユングはある時、人はアイディアを持っていない、アイディアが人を持っている、と言いました。これはまさに人々がなぜプロパガンダを信じるのかを表しています。プロパガンダは一種の偏った形式のコミュニケーションで、人々に影響を与え、ある信念を支持させることを目的としています。多くの場合、プロパガンダは客観的に物事を見ることができない、過度に情熱的な人々によって煽られています。世の中は数えきれないほどのプロパガンダで溢れていますが、ほとんどの人はそれに気がついていません。例えば、アメリカの朝食の定番がなぜ卵とベーコンなのか知っていますか?
これは1920年代まで遡ります。フロイトの甥でもあったエドワード・バーネイズはマーケティングの天才でした。彼は心理学を使って特定の商品やアイディアを売るのが上手だったんです。そんな彼のマーケティング戦略はナッツ包装会社を引きつけました。この会社は当時なかなか売り上げが伸びなかったベーコンの販売を増やしたいと考えていたんです。そこでエドワード・バーネイズはトーストよりも重い朝食の方がアメリカ国民にとってより効果的なのかどうか医者に尋ねるという考えを思いつきました。実際に何をしたのかって、彼は希望する回答を得られるよう巧みに質問をしたんです。初めて自分が求めていた答えが返ってきたとき、全く同じ質問を5000人もの医者に問いました。そしてベーコンや卵のような重い食べ物がアメリカ人の理想的な朝食であるとの調査結果を新聞で発表したところ、ベーコンの販売量も向上したんです。さて皆さんは明日の朝食に何を食べますか？調査によるとという言葉を聞くと本当に調査されたかのように見えるので、私たちはその情報を信じがちです。しかし研究も解釈を間違えると誤解につながることがあります。ある情報が本当かどうかわからない場合は調査報告を読んで自分なりに結論を探すのが良いのかもしれませんね。4、情報源がすべて。ドニー・ミラーは情報の時代においては無知は選択肢と言っています。確かに正確な情報をどこで探せば良いのか知っている場合はそうですよね。例えば電卓を使って計算するとしましょう。数字を間違えて入力した場合でも正しい回答を得られます。とはいえ求めていた答えではありません。この原則は私たちの脳にも当てはまります。例えばある人が全ての情報をゴシップ誌から入手しているとすると、その人の現実の認識は誤解にあふれたものとなるでしょう。インターネットには誤った情報があふれているということは誰もが知っていること。そして今の時代、受け身で読んだり聞いたりするだけでは不十分なんです。正確な情報を得るには徹底的に相互参照する必要があります。疑わしい情報を見つけたときは複数の情報源を使って真実を追求しましょう。ネットには間違った情報がたくさんありますが、わざわざ百科事典を買う必要はありません。オンラインデータベースや新聞記事をクリックすれば入手できますよ。5、ピエール・サリンジャー・シンドローム。あらゆる情報にアクセスするということは視野も広がるということ。でも時には説得力のあるデマに引っかかることがあります。嘘の投稿や誤った情報が書かれているニュース記事もよく出回っているんです。例えば芸能人カップルが別れたと詳細まで詳しく書かれた記事、これが嘘の情報だったとしてもニュースはすぐに広がります。カップルがその情報を否定するまで広まり続けるんです。彼らが否定するまでほとんどの人が情報を信じてしまいます。そのため最終的には本人たちがコメントせざる得ないのです。これはインターネットのデマのほんの一例で、ピエール・サリンジャー・シンドロームと呼ばれているんです。すべてはジャーナリストのピエール・サリンジャーから始まりました。彼は米国政府がミサイルで疑わしいことをしている重要な情報を取得したと主張しました。もちろんその噂が誤りであることは明らかになりましたが、そのデマはまだインターネットを検索すれば残っているんです。6、陰謀論は魅惑的。シェイクスピア作品の本当の作者はフランシス・ベーコン、エリア51の宇宙人、秘密結社などの陰謀論にハマる人は多いものです。なぜ信じてしまう人が多いのでしょうか？心理学者のマイケル・シャーマーによると、これには単純な理由があるそうです。人々は世界をより明確に理解するために独自のパターンを作り上げます。その出来事が十分に大きければ原因と一致しているはず。真実を信じることよりも脳に刻み込まれている嘘を信じる方がはるかに面白いんです。時に真実はつまらないもの。論理的な説明ができる面白い出来事や話の方が人はついつい興味を持ってしまいます。7、心理の錯誤効果。ハンニバル・レクターは羊たちの沈黙で夕食にボブを呼ぶではなくて、我々は毎日見ているものを絶望すると言いました。つまり私たちは毎日見るものを信じるという意味。真理の錯誤効果と呼ばれています。
この用語は1977年に作られ、同じ情報に繰り返しさらされるとその情報が正しいと信じる傾向を表しています。つまり嘘の情報を何度も繰り返し読むだけで人はそれを真実として受け入れ始めるんです。例えば赤い円を見た時にそれが白だと説明されたとしましょう。最初はこの人は何を言っているんだと思うかもしれませんが、翌日他の人からも同じように言われたとします。そして毎日インターネットで見たり周りの人から指摘され続けられると、1ヶ月後にはあなたもきっとその円が白だと信じることになるでしょう。どんなに嘘の情報であっても繰り返し言われることで私たちは洗脳されるんです。惑わされないようにするためには懐疑的な態度を心がけましょう。事実確認をし腑に落ちなければ間違っている可能性が高いです。皆さんはどうですか？インターネットで見つけた情報にすぐ影響を受けるタイプですか？下のコメント欄で教えてください。新しいことが学べたという人はこの動画を高評価してお友達へのシェアをお願いします。でも待って、まだまだありますよ。ブライトサイドでは2000個以上もの面白い動画が揃っています。気になる動画をクリックしてみましょう。引き続きブライトサイドをよろしくお願いします。